皆さんこんばんは。今回からマリオカート6の実況させていただきます。よろしくお願いします。まあ、150cc のね、最強の速さでいきましょうか。ぶっちぎりですよ、もうほんまに。使うキャラクターはもちろんクッパー。この勝負負けらんねえんだよ。ライバルでもあり親友でもあるやつ、マリオとの最後の戦い、負けるわけにはいかねえんだ。最後のレースだ、これが俺の人生にとってのカート人生。これがプライドだ。やつは1位から、俺は8位から、こんな差をつけられて勝てというのが、まあ今勝ってるが、だが右左を見ろ、やつもこの強豪の中に入ってきている。さすが。だがしかし、その上には上がいる。こいつだ、見とけ。キノコ制す者はマリオカート制す者。トゥアーこのおお、今あそこ通っ、まあいいだろう。これもレースだ。このレースはただのレースじゃない。アイテム入り乱れる恐ろしいレースなんだ。何が起こるかわからん。ノールイジ落ちこぼれの弟が兄に勝る弟はおらんと何度言ったらわかる。さあ行くぞ。これで俺は無敵。誰にも止められん。姫といえど、キノコいえど、マリオいえど。さあマリオ、貴様の後ろについた、これがわかるか。サクリファイス俺の仲間の木の、いや、なんだこれ。赤コーラ見ろ、こら、お前。追跡、あ、こうしてもうた。あ、ヨッシー見ろ。我がライバルヨッシー。貴様をこの2つのコーラが狙う。さあ、どう避ける言ったが、あいつ今どこやねん。なんであんな遠いねん、あいつ。ちょ、待て、こいつ邪魔じゃん。どけ、俺とヨッシーの戦い、水さす気が。どけどけ、お前ら止めれんのか、この。この、お前見たか、この。クッパ様ダメだよお前どんだけ俺の奇跡得ると思ってんの。お前奇跡だぞこれが。さあ行くぞ、サクリファイス。ああ多すぎんだろこれ俺が投げたやつ。やばい、負ける。これ余裕な入らない。次行かれへんねん。ちょっと待って、やばい。まあそうなったらあかんて早く次余裕な、こいつはぶっ殺せば。どけ、お前だから何回も言うてるやろ。兄今さら弟、なん見えとったけど対処できんかった。ちょっと道腹立つ。待って、アイテム、アイテム、これ、うせえ、え、これ負けるんじゃ。ちょっと待って、ミニターボ、え、あ、無理、おい、そうだ、アイテム、あ、待て、どけ、よっしゃー、お前雑魚、お前これくっそ、お前1位にならへんかった。待って、ごめんなさい、取り乱してしまった、私としたことが。ふぅ、久しぶりだからね。最終レースで、あ、そう、最終レースだからさ、やっぱりテンパっちゃうんだよ。でも、やつはやっぱり1位か。すごいな、これ。たまたまいい感じに、あいつが強いコンピューターやったな、今回。このコンピューターのな、強いやつが絶対しとるからな。やつが今回強いやつやったみたいや。あー、みんなバカか、俺は。だよ、こっから抜かすんだ。この左の顔の中に。何取られへん。なんで滑るお前もう牧場ちゃんと耕してくれよ、土。俺が走りやすいようにさ、俺基準で土耕してんじゃなかったんだ、お前らも。このレースは俺を基準としたバランスで作られてんだろ。重量級最強クラスの俺が、お前ほらこんなとこに、なんでこいつチョロップなんか巻くからさ、お前ちゃんと耕せ。どけ、お前らガキ兄弟魚歯向かう気か、お前ら兄弟ごときが。見とけ我が最強のしもべ。なんじゃ、邪魔すな。俺はヨッシーと戦っとんねん今。くそ、あいつなんでこいつこんな速いん。まあ、でもゲームボーイ時代ってヨッシーが最強やったもんな。なんかいや、ヨッシー最強らへんじゃなかったけど、昔で。今もう最弱の名に落ちてるけどいや今知らんけどさ、ウィーも売ってもうた。8早くやりたいね。8もう発売されて噂されてるけど、さあ滑った方が早かったりするのかもしれんね。今見た、滑ったらめっちゃスピードアップしろ。よし、これ絶対やるやろあ、そうなんやってる間近づいてきた。あと半分ある。あ、くそ、実力でこのミニターボ見せる。あー、マジやこいつら、なんでこんな。あー、もう待ってくれ。おい、いやあかん。よし、あ、ちょっと待って。よし、あ、無理や。あ、邪魔。よっしゃ、来たこれ。はい、よかった。はい、キノコだろお前。そばとかなんか、何
うどんとかお前食うてるやつは見ろ、キノコが一番いいなんだ俺、栄養にも体にも。よしだ、でもここはもう行くしかねえんだ、近道ってやつをよ、ロマンを奏で、ロマン、ロマン、うおうおいやー、今までパッとしなかった俺のカート人生、ここで全てを放つことができました。これで私の勝利は確実。こんなもの当たろうと全く痛くないぞ。俺のロマンは天を突く、お前レインボーローなんかぶっちゃくじゃ。来たかお前、見たか、俺冗談半分でやったもん今、初めて成功した。これあんなことしてもいくら命を懸けても俺は結局は2位なんだ。ああ、命かけてやってやっとこさ1位になった俺だが、しかし結局はあいつの踏み台でしかなかった。こんな屈辱的なことがあるか。結局俺は2位か。なんだよこの結果、結果が、ああ俺が今1位ならもう完璧にもうこれ、銅メダル、いやこれプラチナメダルやろ、金なんかと違うプラチナじゃこれは。ヨッシー君、負けるが勝ちという言葉を知ってるかな。つまりはそういうことだ、俺は確かに負けた、だが勝った、それでいいじゃないか。いや、見事勝利を抑えました、私。はい。それでは、お疲れ様でした。私の勝ちです。